もっとしたいこと？別にあなたに話すほどのことはないわ。な、何もないんだろうとか、そんなこと勝手に決めつけないでよね。私にだってあるわよ。したいこと、伝えたいの。自分の気持ちを素直に。あ、その顔。今私には似合わないって思ったでしょ。いつもひねくれ者扱いなんだもの。確かにそう見えるかもしれないけど、心の中はそんなにひねくれてないんだから。あなたになら私の気持ちが伝わるかもって思ってるんだから、あんまり意地悪なことを言わないでよね。